こんにちは、ことのはあかねです。こんにちは、つくよみちゃんです。そんなわけで、今回はつくよみちゃんと一緒に研究報告をしていくで。よろしくお願いします。それじゃあ、文豪転生闇騎士と暗黒の剣前編の、パシャ報告をやっていくで。まあ、ファンタジーなお衣装、いいですね。ダンジョン探索とか、モンスター退治とか、私もやってみたいです。パシャ石の貯蓄も大丈夫。来い来い来い。大丈夫です。己を信じる方に幸運はやってくるのです。いいこと言うた、つくよみちゃん。つくよみ。ことのは様、私はつくよみちゃんですので、そこのところはどうぞよろしくお願いいたします。せやったな、すまんな。で、幸運はどこへ行ったん？なんということでしょう。ことのは様が馬車石の貯蓄は大丈夫というフラグを大立てになったから。待って、私のせいか。はい。私、お前、ぶっ飛ばす。落ち着いてください。ことのは様、大丈夫です。まだ馬車石はありますよ。持てる馬車石を砕いてしまいましょう。可愛い笑顔でなんてことを言うんや、こいつ。でも、本命も大穴も来ていないのに、ここでやめるんは、ちょっと悔しいけんな。やーってやるぜ。焚き付けがいのあるお方で助かります。私、お前、ぶっ飛ばす。もう。あ、ゲーテ先生と略剣先生がおる。クマちゃんのぬいぐるみ、とても可愛いですね。ヒロツンも来たし、悪くはない。けれど。もういい、おかわりしちゃる。ふふ。徳武師匠様の驚く声が聞こえそうですね。葵にも呆れられるかもな。でも、最近は一回だけで終わらせることが多かったけん、これはこれで楽しいからいいやろ。やりました。新兵の衣装や、やったで。さあ、次は何や？ワクワク。あら、また新兵様のお衣装のようですね。ギャワズ可愛すぎんか。ギャワズ分のお衣装も凝っててな。新兵のお衣装を来るたびギャワズのお衣装チェックもやるようになった。ふむ、悪くない。悪くないけれど。もっかいやるで。これで決めます。どうしましょう。やった。金枠や、誰やろ、ワクワク。あら、この口調はもしかして。やった、修正さんのお衣装や、やったでマリサ姉やん。そういえば、最近マリサ様をお見かけしませんが、お元気にしていますか？な、確かコナンドイル先生の二の腕に倒れてた。まあ、いつもの補修室行きやな。修正様のこのお衣装、職業、狩人という感じでいいですね。帝国権がない。ことのは様。ちょっとぐらいやってもバレへんか。カットいたしますね。よし、やるでやるでやるで。マリサ様のお財布まで補修室域になりましたね。ここまで来たらしますせいのお衣装も来い来い。もう。金枠来た。これで勝つる。この中二秒間満載のセリフは間違いない。しますせい、来たー。なんて素敵なお衣装なんでしょう。私の心もワクワクしてきました。そしてチラッと見えたのは不思議の国アクター愛称やな。あ、モキスさんも来てる。やった。そして最初に確認するのはそちらですか。このお衣装のアクター、ようけ来るけんな。そしてモキチ様ですね。誕生日おめでとさん。で、あら、聖二郎様のお衣装確認はしないのですか。ごめん、正直アクターお衣装チェックで忘れてた。申し訳ありません。はい、こちらが文豪転生、闇騎士と暗黒の剣、前編の最終報告です。マリサ姉やんが断捨離しすぎて、録画データを消してもうてな。残ってるんがスクショしかなかったんよ。ごめんな。
かなり得点数を稼いでいますね。ああ、それな。4月から、正確には3月からなんやけどな。お給料の査定基準が変更になってな。3月のお給料が寮やったから、じゃあ25回浄化完了すればいいかな、と思って、毎日25回浄化洗書してたんよ。その副産物というやつかな。まあ、お衣装が4人揃ってたんのもあったかな。ウリの照り焼き。毎回言われるんやけど、マリサ姉やんな、あんまり会派名変更せんのよ。これ多分、顔のない天才の時につけた会派名やな。変更していなさすぎですね。ちなみに、3月の結果はこんな感じやったで、お給料はこれ。まあ、いつもよりはいい感じなんやけどね。それで4月の結果はいかがでしたか。こうやったで。やりました。そんでこうや。100ずつの増加ですね。うん、これなら継続で大丈夫やな。そんで、これがイベントの報酬や。久しぶりの印象、ゲットンドン。光栄です。とこんな感じやったな。エイプリルフールが絡まったイベントやったから、たくさんのカッパワニを見れたんが、よかったな。ストーリーはいかがでしたか。相変わらずぶっ飛びすぎて笑い転げてたで。マリサ姉やんは、危うく補修室に行くとこやったし。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。